はい、皆さんこんばんは、やすひろです。あれから、問題の、スリッパーパッドですけどもね、まあこっちの、ギア問題ないんですけども、前回も言いました、ここがね、こういう風にすり減ってるでしょ。でこれがね、表彰で調べてみたら現在在庫もないっていうのね。でまあ、こっちのね、表に使ってたやつは無傷だから、これをね、入れ替えて使えばいいんだけど、この部品がね、調べてみたらスコーピオンと同じ部品なんだね。だからスコーピオンの部品をね、拝借して、ここに、この、すり減ったやつをね、入れ替えてもいいんですけど、とりあえずね、まあ磨いてみました。磨いてみてね、まあ手で触った感じザラザラ感は、ないんで、まあこれをね、こうボールを入れます。それでこれを最初に通して、でまあ、どっちでもいいです。普通のやつでもいいし、強化バージョンでもいいんですけど、今回は、普通のやつを入れています。そして、このギアを通して、で、普通のカットを入れて、そして、この無傷のやつをこういう風にすれば、まあ分かりますかね。こっち側がこういう風にすり減ってるから、問題があるんですけど、まあ、こっち側はね、ツルツルした、表面ですので、これで当分の間は使えるよということで、それでまあこっちがすり減ってきたら、その時は、スコーピオンの部品を利用したいと思います。でまあ私なりにいろいろ考えたんですけどもね、なんでこういう風になったかなっていうことなんですけど、多分ね、ワンズホビーさんの、路面コンディションがまあ悪すぎたっていうかね、そのところでしょう。グリップするところとグリップしないところがね、極端だったから、その分、スリッパークラッチがね滑っちゃって、でそれであんな感じになったんじゃないかなっていうふうに感じています。私が、自分の部屋でした、テストベンチでは何の問題はなかったんですけども、まあ、それでいけると思ったんですけどもね、まあで、最初走らせて 2,3 周は良かったんですけど、まあやっぱり、グリップするところとグリップしないところは極端なもんですから、その分この、スリッパークラッチが滑って、おかしくなったんじゃないかなっていうふうに考えています。じゃあまたおかしくなるんじゃないのって、まあなんとも言えないんだねこれはね。まあだからまあ一応次回はね、ちょっとこの、入れ替えたところにちょっとグリスを塗って、滑りを良くしてね走らせてみたいと思います。普通グリスはこの、ギアのところだけ塗るんだけど、この裏側にもねちょっとグリスを塗って、こういう風に摩耗しないようにしてみたいと思います。前も言いましたけども、これの部品が今ね手に入らないんだね、この摩耗したやつがね。こっちはいいんですけど、だからね、まあその、そういうことで、まあ、入れ替えて、今回は入れ替えて使いますけど、まあこっちが、消耗してきた時には、これがねスコーピオンと同じ部品だから、スコーピオンからね、ちょっと部品を拝借して、ここのところをね入れ替えてみたいと思います。